こんにちは、みほとけです。ナムー、久しぶりになります。1分間座禅修行シリーズ。これは私みほとけが1分間座禅をして、精神を研ぎ澄ませて心を空にすればできないことはないという修行です。今回の修行内容はこちら、熱湯風呂です。普通に入ったらめちゃめちゃ暑いんですけども、私みほとけが1分間座禅をして精神を研ぎ澄ませて心を空にすれば一切暑くありません。今最高温度で炊いたお風呂なんですけど、まだまだ足りないんでお湯を足していきます。ティファールで沸かした、お湯はお鍋で沸かした、お湯、はい、もう一丁、お湯を、はい、これは特別に修行を積んでいるみほとけがやる挑戦ですので、良い子は真似しないでください。今まだ座禅していない状態では、あっつ、マジ熱い、マジで熱いので、ちょっと早く座禅を行きましょう。